やばい、即切りだ。即切りですね。うわ、遅れてるんですかね、この常磐線の上野行き。昼まで上野行きって珍しいですよね。もうほとんど今ダイヤ改正で品川行きになったんで、青電の上野行きは結構レアなんですけど。皆さんこんばんは、鉄道総合館です。本日は常磐線取手駅に来ております。こっちの E531系、今出てきました、計422編成ではなくですね、こっちの右側に止まっている、常磐線 E231系の話題を本日は取り上げていきたいと思います。E531系の話は結構すること多いんですけれども、なかなか E231 系話すること少ないんで、ちょっと面白い話題がありましたので取り上げていきます。このエメラルドグリーンの E231 系ですね、これなんで扉が、一部閉まってるかと言いますと、次特別快速なんですね。まあいいや。この車両って半自動ドアボタンがついてないんですよ。E531系ですと半自動ドアボタンっていうのはボタンがあって、ボタンを押すと扉が開くっていう仕組みになってるんですけど、こっちの E231系にはですね、この放送もレアですね。来年から聞けなくなっちゃうかもしれないですからね。まあいいや。半自動ドアボタンがない代わりに、4枚の扉のうちの、3枚を締め切って、一応温度を保つっていう機能がこの E231系にはあります。はい。でこの、まあ、一見普通の E231系だと思うんですけれども、ちょっとある変化が起きましたので見ていきます。では本日もよろしくお願いします。はい、ということで、真っ昼間なのに15両編成の E231系です。これなかなか素晴らしいですよね。グリーン車なしの15両はもうこの路線だけなんですけれども、常磐線の E231系のカラーっていうのがですね、エメラルドグリーンがこう上下にあって、下に黄緑のラインがついております。なんで黄緑のラインがついてるかと言いますと、隣を走る常磐線各駅停車がですね、もともとこういうエメラルドグリーンのカラーで、まあ見た目がほぼ一緒だったんですよね。なので、まあ誤って乗車するのを防止するために、黄緑のラインを追加したということです。いやー面白いですね。ん？なんだこれ、何これ、あ、何これ、これ皆さん見ていただきたいんですけど、この右側ですね、きちんと下の黄緑のラインですね、こういう感じでついてるんですけど、右側の下のライン見てください。あ、失礼しました、左側の下のライン見ていただくと分かるんですけど、黄緑のラインがこう来てるんですけど、途中でですね色がこれ変わってるんですよね。なんだこれ、わあすごいな。しかも上のエメラルドグリーンとはちょっと違う色になってる、まあ、不思議な編成になっております。で途中から黄緑に、うわーなんだこれ、面白いな、面白いというか不思議ですね。これ連結部なんで、まあ、左右で比較ができると思うんで、まあ、明らかな違いがわかると思うんですけど、ちょっとじゃあですね、一番前の方に行ってみましょうか。一番前に行くと連結部じゃない方を見れるので、ちょっと見たいと思います。
本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の3番線の列車は15両です。クリーン車がついております。クリーン車は4号車、5号車です。足元の15両乗車口でお待ちください。クリーン車は白い枠4号車と5号車でお待ちください。次は柏に停まります。天皇台阿弥陀には停車いたしません。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。4番線に停車中の電車は10時27分発快速上野行きです。発車までしばらくお待ちください。次は天皇台に停まります。はい、ということで1日2本しかない特別快速の、まあ、上りの最終電車が間もなくこの左側のホームに来るんですけれども、まあ、本日のメインは右側のこの車両ですので、まあ、先頭の方がですねどうなってるか、下の下段のラインカラーがどうなってるかちょっとよく見ていただきたいなと思います。さあさあさあ、はい、こんな感じです。お、しっかりこっちは間もなく3番線に上野東京ライン東海道線直通特別快速品川行きが参ります。危ないですから当駅では終日禁煙となっております。皆様のご協力をお願いいたします。クリーン車がついております。足元の15両乗車口でお待ちください。クリーン車は白い枠4号車と5号車でお待ちください。次は柏に停まります。天皇台阿弥陀には停車いたしません。あ、マジか。これ特別快速今来ましたけどトップナンバーですね。いや、すごいな。トップナンバーの特別快速ですね。ちょっとレアかな。さあ、ということでもう一回ですね、本題に戻りたいと思います。残念ながら上野方面の E231 系はですね、エメラルドグリーンきちんと色ついてましたね。あ、今半自動ドアボタン解除されました。まもなく発車でしょうか。まあ、せっかくなんで乗っていきたいと思います。ほら、やっぱりすごい。ここね、これ。あ、もう発車したんで乗ります。ということでご視聴ありがとうございました。この動画役に立ったらいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターフォローよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ご乗車ありがとうございました。
してありがとうございました。Thank you for traveling with us and we look forward to serving you again. 扉が閉まります。